皆さんこんにちは、まとま TV です。今回はですね、あのイニシャル D で一躍有名になったあのいろは坂がですね、沖縄にもなんとあるということで、沖縄のいろは坂をこのロードスター NB と一緒にですね走りに行ってみたいと思います。じゃあそのいろは坂どこにあるのかといいますと、こちらです。沖縄県はですね、那覇市にある首里の寒川町というところにですね、こちらが沖縄のいろは坂と言われている場所です。はい、じゃあ沖縄のいろは坂の近くのコンビニまでやってきました。ここでカメラのセッティングの準備をしていきたいと思います。走りに行ってみたいと思います。目の前の信号を左に曲がっていったら、もういろは坂が始まります。はい、では走っていきたいと思います。ではスタート。結構急っすね。でここがおー、だいぶ急な坂で、ここから登りになっていきます。あ、結構でも緩やかですね。ここから横断したりスピードを取ってる。ここやっぱ昔から走り屋さんが多かったのかな、なんかバイクで走ってる人が多かったようなイメージがありまして、ここうわーをすっごい結構厳しい。やっぱ周りは住宅街だからね、こういうとこやっぱり行くと安全にね、静かに走った方がいいね。はい、おお、やっぱ目の前に広がる青空がすごい。やっぱここ首里っていう街は高台なんでね、やっぱり青空がすごく広がって空が高いですね。下ってみます。はい、じゃあ行きます。結構 G がすごい。あ、でも面白いかも。あー、ちょっと危ない。で、ここが、今ですね、走り終えてちょっと休憩してます。実際走ってみて、面白かったっていうのが正直な感想ですね。結構勾配がきつかったりとかカーブが急だったりで少し怖かったんですけども、結構走ってて面白かったです。でこの坂なんですけれども、地元の人だったりとか観光客の人だったりとか、結構交通量が多くて皆さん頻繁に利用されてるみたいなんですね。首里城に通じるための近道っていうこともあると思います。通りがかる際は安全運転でぜひご利用してみてください。それではこの動画が面白かったよっていう方はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまたまとま TV でお会いしましょう。